Hey, I'm kind of glad you didn't pick up. I kind of just called to hear your voice. I miss you. I've been thinking about you, and I've been thinking about our love and how much I miss you.はい、皆さんこんばんは。さすがにアキンドです。こちら、注文してたのはね、今日届いたんで、早速開封の方の、ね、紹介動画していこうかなと思ってます。こちらですね、女神デバイスの12番ですね、キュービのカラーバリエーションですね。キュービのカラーバリエーションでちょっと光って見にくいんですけども、こちらですね、アスラ、キュービ、カブラですね、カブラですね、赤いパーツの色違いですね。こちらの方をご紹介していきたいと思います。箱こんな感じですね、まあ、プレ版みたいにね、カラバリなんで、全く、通常のキュービのパッケージの、まあ、モノトーンというかな、赤カラーですね、赤の一色の、カラーのパッケージになってます。イラストとはね、ちょっと変わってないのがちょっと残念なんですけども、で、箱の側面ね、こちらも同じですね、こちらも同じ、こちらも同じ、すげえパーツパンパンだな、こんな感じですね。書いてあるの同じですね。はい、それじゃあ中身の方、このまま、開けていきたいと思います。ボーン。これね、ちょっと買った時からもすでになんかパンパンなんですけど、中身キュービと同じかならパンパンなんですかね。ちょっと開けてみますね。あ、パンパンや、パンパンや、パンパンですね。はい、こんな感じで入ってます。髪の毛のパーツの色、当然色違いなので違いますね、違います。この赤いパーツはね、こんな感じの赤ですね。なんて言ったらいいんだろう、ちょっと濃いめの赤ですね、赤色。ちょっと順番にパーツの方出していきますね。こんな感じですね、こんな感じの赤ですね。かなり赤いですね。かなり赤々しい赤。そして、ゴールドパーツが、この辺ゴールドですね。めちゃめちゃゴールドですね。ゴールド。この辺もゴールド。ね、パーツ多いな、おい。もうこれ、一回出したら元に戻せないパターンですね。これ、キュービーと同じですね。箱から不用意に出すと、パーツのランナー数がめちゃくちゃ多いので、元の箱に戻らなくなって箱は閉まらなくなるパターンですけどね。かなりゴールドパーツとかですね、赤とゴールド基調で作られてます。あとグレーですね、グレーのパーツ。相変わらずランナー多いぞ、ことぶき屋さん。そしてちょっとツルツルしますね。ちょっと剥離剤の感じがするかな。赤ですね。成型色のパターンはこれぐらいですね。そんなにないんですけど、相変わらず何中ランナー数やっていう風に細かいランナーがね、それぞれパッケージに入ってて、やっぱもう繋げばいいと思うんですけどね。こんな感じですで入ってます。まだあるんかい。まだあるんかい。まだありますね。まだあるんかい。まだまだありますね。こんな感じですね。成型色の中は全部同じ色。ゴールドもほとんど一緒ですね。一緒なので、まあ、この辺はキュービーと同じ感じがしますね。やっとそこが見えてきた。やっとそこ見えてきましたね。どれだけあるんや。もうこの時点で箱に元に戻らない気がしますね。これグレーね。そして、クリアパーツ、やっと出てきました。クリアパーツ、クリアパーツはキュービの方がピンクだったかな、ピンククリアだったので、こちらは、こんな感じのグリーンのクリアパーツですね。グリーンのクリアパーツになってます。こちらの女神デバイスのベースもグリーンのクリアパーツですね。グリーンになってますね。はい、これも結構ありますね。そしてフェイスパーツですね。この辺は同じですね。真顔、ちょっとびっくりした顔、ちょっと怖い顔ですね。これは同じ顔パーツ3つですね。特にあの、ことぶき屋さんオンラインで買ったんですけども、なんて言ったらいいかな、ボーナスパーツとはありませんね。カラバリなんで。手も赤いですね。手も赤付き。ポリキャップ。あ、そしてデカールですね。デカール。赤、デカールの前にこれですね。この、キツネ面のパーツですね。この辺が赤。キツネ面が赤いですね。これが白だったのが赤ですね。ゴールドの普通。はい、もうこの時点で元の箱に戻らない予感たっぷりですね。元の箱に戻っていかない。で、これがデカール。デカールも同じかな。デカールも同じっぽいですね。そして説明書ですね。このままでいくかもですね。説明書も見ていきます。よいしょ、説明書。説明書はキュービと同じじゃねえか。説明書キュービと同じですね。むむ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 む、一緒だぞ、これ。どういうことや。あと、これですね、パーツ請求の紙。同じだぞ。同じですね。あれ？同じだぞ。キュービーと同じだぞ。これか。あ、これは紙が入ってますね。これが空張りの紙かな。これが空張りの紙ですね。これだけが違うのかな。あと全部一緒なのかな。ちょっと見てみますね。あと全部同じなのかな。あと、
とはキュービの説明書と同じっぽいですね。最後まで見ると最後のページのカラーの多分色彩のあれも一緒ですね。同じですね。なんで、全くキュービと同じパッケージで、多分違うのはランナーの成形色ですね。ランナーの成形色とこの紙ですね。この紙ですね。この紙ですね。色違いのこの紙と、あと、まあ、デカールの色は違うような気がしますね。ちょっと、キュービの方のデカール見てみますね。キュービのデカールがこれです。キュービのデカールがこれなので、ちょっと比較してみますね。こんな感じ、方向上同じ方向で持つとこんな感じですね。こんな感じなので、何が違うのって言われると、もともとゴールドの色が入っているデカールなので、ゴールドですね。ゴールドの赤の部分がゴールドになっているのと、まあ、白はそのまま白ですね。白はそのまま白になってます。なんで、こちらのですね、キュービのノーマルのキュービの方の赤いデカールが、ゴールドになっているという形ですね。そういう形なんで、模様とは全く同じなんじゃないかなと思いますね。はい、完全にカラーバリエーションですね。はい、完全にカラーバリエーションです。じゃあ、それ、こんな感じで、見ていきましたけども、キュービの方はなんか前買った時はなんかサシが入ってたので、その分がちょっと違うかなと思いますけれども、内容の違いはこんな感じですね。まあ、この成形色でね、どうやって作ろうかなってまた考えていきたいと思いますけれども、まあ、こんな感じですね。かわいいですね。赤もいいですね。赤にグリーン。なかなかいい配色なんで、まあ成形色せっかく赤いのついてるから、メタリックレッドとかで塗ったらかっこよくなるんじゃないかなと思いますけども、そんな感じです。はい、ということで今回、急遽ですけれども、新しい女神デバイスのですね、12番、キュービのカラーバリエーションですね。カラーバリエーションの方をご紹介させていただきました。カブラですね、カブラの方をご紹介させていただきました。それじゃあもうこれライブで組んじゃおうかなと思いますんで、まあ、ライブの方ね、組み立ての方ライブでやっていきたいと思いますんで、よかったら遊びに来てください。またね、アーカイブの方も覗きに来てくれると嬉しいです。それでは皆さん、ありがとうございました。